エリア・ウィビアーニは、イタリア、オッペアーノ出身の自転車競技選手。ロードレースとトラックレースの両方で実績を残しており、トラックレースにおいては2016年のリオデジャネイロオリンピックのオムニアムで金メダルを獲得している。2010年、リクイガス・ドイモと契約。2015年、チームスカイに移籍。2018年、移籍するマルセル・キッテルの後釜として、 クイックステップフロアーズ2遺跡。チーム力の高い当チームと抜群の相性を見せ、シーズン開幕から連勝を重ねた。ジロでイタリアでは、近年勝利数の少ない、イタリア人選手の汚名返上となるステージ4勝と、ポイント賞、マリア・チクラミーノを獲得した。2019年、ジロでイタリア第3ステージでは、先頭でゴールしたものの、車高による、 震度妨害を行ったとして、降格処分。第11ステージを終えた時点でリタイアし、未勝利で大会を去る結果となった。その後、ツールドスイスで、ステージ2勝を挙げ復調の兆しを見せると、ツールドフランス第4ステージで、集団スプリントを制し、全、グランツールでのステージ勝利を果たした。2020年、コフィディスソリューションクレディニー席。 最終発射台となる、ファビオ・サバティーニを伴っての遺跡だったものの、シーズン0勝に終わった。ありがとうございます。